こんにちは、ジミちゃん、ジミジャンネルです。明日から1週間ぐらい雪の予報が出てて、ボートを引っ張り出して車の中はボート流してます。今日は長い距離流さないで、もう本当にいい距離にしてどのぐらいかな、1キロもないね。だけれどもボートがあることによって対岸に簡単に渡れたり、また川の真ん中にいいアイランド、島があって、その島ぐるりととてもいいスポットがあるんで、そこ映ってます。姉ちゃん、ウェーダーに穴が開いて水が入ってきて冷たいそうです。あ、穴開いてるもんな。しょうがないね。さあ、りょうこちゃんに釣れるでしょうか。今日はキが釣れた。でかいでかい。今キが釣れたんですけども、見てください。あと2回ぐらい脱皮してもっともっと大きくなります。いっぱいついてるね。こいつら一見ゴキブリみたいで気持ち悪いんですけども、噛まないしね、臭くもないし、こいつ結構大きいですね。これは大きい、これはまだちっちゃいな。よし、来た、やっと来たわ。1、2回当たりがあったんだけどね、やっとフライ食ってくれました。はい、このホワイトフィッシュ釣れました。ホワイトフィッシュははっきり言って狙ってる魚じゃないんですよね。ブラウンとかレインボー、トラウトマスを狙ったんだけども、このホワイトフィッシュっていうのはコロラド川に最初の最初からいるネイティブの魚なんですよ。今日はコロラド川ポンパハウスっていう、まあ、中流部のところで釣ってるんですけども、最初これ18番の忍者、それでこれで 4.5X ローティペットの、まあ、40センチぐらい上にフェザンテールですね、ビードヘッドのフェザンテール、そしてその30センチ上ぐらいにナンバーワンの重りスプリットショットって言います。そしてまたスプリットショットからどのくらいかな、1メートルちょっとぐらいのところにこうストライクインジケーター、いわゆる浮きですね、浮きをつけてそこにいる魚を狙ってます。今日は何だかんだで1時間ぐらい釣りしたかな、めいちゃん。そうだね、最初にあなたに多分魚が来て外れちゃって、その後ホワイトフィッシュ2匹、それで今日の釣りは終了でございます。どんどん。それでは皆さん良い一日を。釣りの帰り道です。これ全部全部野生のマウンテンシープたち。元気ですか？またねー。